沼熊半島。2012年10月現在の地図。赤丸が旧沢城水城青丸が熊野ダム。沼熊半島は、広島県の東部に位置し、南北約10キロメートル、東西約10キロメートルの規模を持つ、方形状の半島である。行政上は、大半が福山市に属するが、尾道市の飛び地も存在する。 中国地方のほぼ中央に位置し半島の先端部にあたる友は古代から瀬戸内の要衝として栄えた。地形的には半島の東部が海岸から霧立ち西に向かって徐々に低くなっており、ほとんどが山で平地はあまりない。かつては東西南の三方を海に囲まれ、瀬戸内海に突出していたが、東北部は江戸時代から足田川の流路改修や干拓が、 進められ現在は平信と連続している。ただし、この間を足田川が横切り山並みも特に峻間であるため地勢的には平信との分断は今日も変わりはない。逆に西北側は割合になだらかな地形であるため、小野道市とは海で隔てられているにもかかわらず、昔から結びつきが強かった。こうしたことから行政においても沼熊半島は、 明治時代から沼熊郡として独自性を保ち平野部に近い北側から次第に福山市や尾道市に編入されるものの平成の大合併のあった2005年まで沼熊町として独立していた。また尾道市の飛び地で浦崎町が存在するのもこのような経緯のためである。地質的には大半が鉱石層で侵食が進みやすい加工岩室が多いことから 地形は複雑である。このため、交通の便が悪い場所が多く横倉、八日、八地区には、兵士の落ち武者伝説も存在している。また、山並みは単調で、植生も赤松が大半であるため見どころは少ないが、海岸部は、アブトカンノニアトモの裏といった、風光明媚な景色が点在している。 海岸沿いの南側から東側にかけては、海色崖を形成されており、断崖に近い急斜面となっている。なお、半島の最高峰はこの斜面に属する熊が峰である。半島の中心的都市と呼べるのが南東端に位置する、友でかつては、ビンゴ地方の重要な港湾拠点として、流星を極めた。現在は、港としては衰退しているものの、文化財や、 歴史的街並みが多く残り、沼熊半島で最大の観光スポットとなっている。沼熊半島の産業は農業が中心で、この地方で栽培されるイグサはビンゴヒョウと呼ばれ、江戸時代から特産品として知られている。このほか、常石造船を中心とした造船業も主要な産業の一つとなっている。ありがとうございます。